よくわかんない夜のテンションと、はい、今日は、はい、純度目のプレスルームにお邪魔しています。なんで来たかわかる、純ちゃん。なんでですか、なんでですか。教えてください。うちらはもうすぐ何がありますか、はい、ダブルスの試合があります。正解です。イエーイ。ダブルスといえば、服はペアでしょ。そうでしょ。先に言っちゃった。いいよ。そうでしょ。そうでしょ。そうでしょ。だから、うん、純ロペに服を選びに今回はやってきました。はい、あれですね。双子コーデってやつ。そうですよ。なんとついにココロちゃんと双子コーデ。ウケるよね。ウケるよね。でね。仲良しのプレスの高木さんにいろいろ新しい新作を紹介してもらいたいと思います。お願いします。お願いします。高木さんです。高木です。お願いします。高木さん、お願いします。お願いします。どうですか、なんか新作のなんかこうポイントとか今回のコンセプトとかあれば。今回のコンセプトですか。はい、今シーズンのすぐ振るから、すぐ振るから。ココロちゃんとかジュンちゃんみたいに本気でゴルフをやってる女性に届けたい服がたくさんあります。本気はなんか嬉しいね。本気のゴルファーに届けたい、 届けたい、うん、本気じゃあ。ファンクションゴルフって今回のテーマ書いてあるんですけど、はい、ファンはまあ楽しい、楽しい。ファンクションは機能性っていうことで、はい、まあ、ゴルフのパフォーマンスを上げる機能性をたくさん盛り込んだ服がたくさんあります。なるほど。ファンクションゴルフ、機能性、楽しく機能性、楽しく楽しく機能性、うん、じゃあそれをテーマにした商品をぐるっと見てみていいですか。どうぞどうぞ。はい、どうぞ。ゆっくりできます。じゃあまずこっちから順番に見ていこうかな。はい、ジュンちゃん、なんか気になったことがあったら高木さんにどんどん聞いて。はい、わかりました。でもさ、やっぱペアだからさ、うんうん、同じようなさやつがいいよね。そうだよね。ペアになった時に、うん、映えそうなものがいいなと思っています。となるとどの辺ですか、ざっと言ってすぐ近道したがるから。例えば、うん、同じ柄で、うん、こういうオレンジの人と青の人がいるとか、はいはい、色で分ける。色で分ける、色で分ける。まず1個目は色で分けるパターン。色で分けるパターン、はい。2つ目は例えば上は同じ色、うん、例えば1人がノースリーブ、1人がプロジェクト。おお、なるほどなるほど。それで例えばスカートとパンツみたいな。スカートとパンツとかね、同じ感じですね。あ、なるほどね。全く一緒なんですけど、本当だ、色合いは全く一緒。ピースしちゃった。本当だ。でもアイテムは全部違う。違いますね。これもまたいいね。いいですよ、うん、上級者。これ上級者ですね、うん、でも結構色とか柄ぐらいしか思い浮かばなかったから。そうだね。いいか。なるほどね。ココちゃん、それが気になるの。そう、私ね、これ気になる、うん、これじゃない、これ、うん、なんかこう、例えばこう、こうなんか棒、はい、こういう感じ。ボーナー、あー、かわいいに、ここ、これ上があるんだけど、うん、あえてこう、うん、一色、うんうん、で合わせるのもいいかな。あー、いいね。いいね。これもいいし、もうせい、これね、下のスカートを変えて一気に清掃になるから。あ、ほんとだ、おしゃれでしょ。ちょっと待って、オレンジバージョン。さすが、今早かったね。ほら、清掃になる。うん、うん、全然違う合わせ方で、すごい純度というね、イメージが変わる。スポーティーも、うん、可愛くスポーティーになる。なるほどね。わー、すごいカラフルです。カラフルです。すごい、ね、ちゃん、ピンク好き。ピンク好きだよ。ピンク好き。うん、いや、意外と着ないけどね。あ、そう、 着てるの見たことなくない。ピンクあるか。ない。ないよね、うん、高木さん、ピンク着ます。たまに、たまに。あんま着ないね。でもあんま着ない。だからピンクって、はい、私も結構こう挑戦しづらい色だなって思うんですけど、うん、純ロペで、あの時着たじゃないですか、うんうんうん、撮影で、うん、いや、いつもなの。着るとあれ、私ピンクいけるかもってちょっと思っちゃう。似合うでしょ。今回のピンク特に着やすい。可愛いよね。そう、なんか濃いめのピンクじゃなくてさ、薄いからいいよね。そう、ビビッとじゃないから、うん、こうなんか優しくなる、うん、優しくなる。ゴルフは優しさも大事だ ね、 ですね。飛ばすだけじゃないからね。そうです。パターの下りの
いい感じのタッチとかね、優しい気持ちに、優しいアプローチとかね、そう、優しいアプローチとか、ね、大事。高木さんもゴルフするんですか？高木さんめっちゃするよ。全然下手です。下手じゃないよ。コロちゃんに教えてもらいます。下手じゃないよ。赤、私ね、ほらこの間履いてたやつ、赤パンね。そう、赤パン、これのネイビースカートとかも、あ、かわいい。あれじゃん、こういうので、ね、これ何マークするときは、これね、スター柄、スター柄、スター柄、星柄だったら、例えばこういうクロスコーデ。おー、本当だ。結構ありがちですけど、クロスコーデ。え、ありがちなんですか？クロスコーデもなんかかっこいいね。かっこいいね。これかっこいいね。なんかうまそうじゃない？うん、でもなんかさ、本気ゴルファー。本気度はあるよね。パンツ似合ってたよね。似合ってた。すごいみんなに言われるんだけど、パンツ小室似合うじゃんみたいな。このパンツすごい似合ってた。フルレングスのちょっとこう太めだとはいまいちで、そうなの、ちょっとこの細身の足首ちょっと見えるっていうのが、すごいね、そうなの、スタイルもね、よく見えた、スタイルいいから。よくないね、ごまかしてんの、いつもポーズで。いや、いいね、これもまた、ね、いいね。高木さん、この辺は何系のあれなんですか？この辺はこうカラーブロックのシリーズで、まあ、こういうポロシャツとかこうニットとか、あとバイカラーね、バイカラーね、ドッキングしてあるところのシリーズ。いい。でまたさ、ちょっと後ろ今時なのよ、ね、ちょっとまたお尻がちょっと見えないようにおしゃれですね。おしゃれ、切り替えね、切り替え、ね、かわいい。パンツにも合うし、スカートにも合うし、そうそう、うん、あ、私これがね、着た時にね、一番ね、うわーってなった、うん、似合うよ。すごい似合ってる。そう、超好きなのこれ。うん、うん、かわいい。これ超かわいい。うん。コロちゃんはこれにこれが似合ってます。そう。このコーデですね。このコーディネート超好き。これ反対ね。反対。ハハって。これかわいい。心コーデ。これもできる。あ、その辺。まあまあ、この辺とか。ほら。ああ、おしゃ。こういう双子もありで。あ、いいね。選びますよ、じゅんちゃん。はい、選びます。私はこっちかこっちかな。そうだね、こういうスターから、うん、がっつりアスリートに寄せるか、うん、もうポップで、うん、あ、来てるよあの子たちみたいな、うん、目立つみたいな、もう超目立つ。そうね、ちょっとがっつり行きたいよね。じゃじゃーん、じゃーん、どうですか？可愛いじゃないですか。ハイネック似合う。そう、やっぱり好きなんですよね。可愛い。他がないのはノースリーブいい、ね、似合ってる。で本番はこれは明日緑。うん。今は青なんですけど緑になる予定です。はい。ジュンちゃんは私の中でかなり新鮮なオレンジ。オレンジ。オレンジ確かにあんま着ないかな。しかも上下オレンジで、この柄の感じが新鮮。そうだね、あんまガラガラしてるの私ない。みかんちゃん可愛い。みかんね、合わせてみかんだから。やっぱすごい。あ、これバイザーはあえてどうしたらいいですか？どうしたらいいだろうね。全部だと変だよね。どうだろう。これジョンちゃんの白、コロちゃんの青、うん、キャップは、キャップ、キャップ強そうに、そう、強そうにする、強そうにする。あ、ジョンちゃんも白、どう？強そう。あ、いいんじゃない？強そう。強そう。上は強そう、うん、下は可愛く、うん、可愛く、うんうんうん。キャップの方が強そうに見える。うん、私も。強そう？うん。いいんじゃない？いいんじゃない？いや、でも決定しちゃった感じ？決定しちゃった感じ？もう一個も着てみよう。もう一個着てみよう。赤もね。はい。まずこれ一個目ね。一個目。うん、1個目です。じゃじゃん、じゃん、おー、かっこいい。強そうに見えます。見えます、すごく。確かにこっちの方が強そうには見えるよね。ちょっとなんかあのいい女風だね、そのノースリーブの上が。いい、うん、そうだね、ね、悩む、悩むね、うん、さっきのも良かったけどね、うん、どうしようかね。
まあ新鮮だよ赤。赤、うん、確かに赤着ないかも。しかもなんかノースリーブ新鮮だよ。ノースリーブのだからこれぐらい似合うよね、純ちゃん。さっきのさ、うん、私が着てる長さよりさ。あ、そうだね。あんまりここまで行くとちょっとさ顔がパンパンの。パンパンじゃないよ、パンパンじゃないけど、なんかこれぐらいの方が似合う、うん、あと素材もね、なんかいい感じで。どうかっこいいね。かっこいいな。アスリートっぽい。今期の純ロペはアスリートの女子でもできるがコンセプト。いいね、かっこいい。つまりうちらはこっちで行くね。どうしようね、かっこいいよね。こっちで行きますか。好きな方にしない。純ちゃんどれっちがいい。では試合当日のお楽しみでって言ってもらいましょうか。そうしよっか、お楽しみしよう。そうしよう、うん、もう決まんないから、うん、試合当日のお楽しみで、うん、どっちに出るかはお楽しみです。はい、はい、どうでしたか。なんかね、純ロペのイメージがちょっと変わったかも。変わった、うん、もう今年からすっごい変えたの。そうだよね、うん、なんかいいよね、その本当にスポーツする人のために作るみたいな。動きやすいよね。動きやすい、素材がめっちゃいいよ。ドライバーのこの辺のさ、うん、感じがすごいさ、いいよね、大事だからさ、うん、でもダボっとしてなくて、軽くて軽いいよね、うん、このフィットしてる感じ、うんうん、本当に服に負けないようにスコアも頑張りますね。そう、楽しみにしてます。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。今期の純ロペも可愛いです。お店に行ってみてください。じゃあね、最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の続きが気になる方は左の動画をチェック。チャンネル登録は右の登録ボタンをよろしくお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。